八坂神社を後にして念仏院を訪ねます。砦の地名は平将門の砦に由来すると言われ、市内には平将門の伝説の地がたくさん残っています。今日でも将門はこの地の人たちに愛されています。そのせいか砦の人たちは成田詣をしないとか。その理由は成田山が将門重福のお寺さんということからです。なるほどなるほど、そのお気持ちわかります。通りにはこの道が水戸街道であった趣をとどめる歴史豊かな建物も残っています。進むと念仏院が左手にあります。ここがちょうど砦宿本陣の裏山にあたります。ここ砦は長谷川新氏の一本刀土俵入りの舞台で、念仏院に駒形茂平通り白地のおぼろかなの句碑が残っています。このお寺さんは新四国第二番札所にもなっています。念仏院を後にして青柳の本願寺へ向かいます。青柳の本願寺は一筆形状火の用心、汚染中砂、馬肥やせの簡潔な手紙で有名な本田作左衛門の菩提書です。この旧水戸街道は今は産業道路となっています。ということは今も昔も変わらないということです。また街道沿いには歴史豊かな建物も残っています。
しばらく進んでいくと、左手に砦小学校の看板が見えます。この歩道を渡って左へ入る道が旧水戸街道です。先ほどの道とは異なり、閑静な住宅街の間の道です。今ではこの道が旧水戸街道とは誰も気がつかないだろうと思いつつ進んでいくと、とある住宅地の一角に水戸街道の石標がありました。ここが江戸より十里八町ということです。なるほど、ここが東京日本橋から約40キロメートルの地点ということです。さらに進むと、左に大きなホームセンターが見えてきます。少し進むと、また交通量の多い通りにぶつかりました。この道は先ほど左へ入る前の道です。この交差点を左に曲がります。道なり、まっすぐ進んでいきます。次の分岐点の目印は、右側に見える郵便局です。そして、郵便局を過ぎて、次の斜め左へ入る道が本願寺への道です。
しばらくすると右手に和菓子屋青柳さんがあります。食いしん坊な私ですので、ここに立ち寄ってみました。ここで1本80円の焼き団子を食べました。日本茶もいただいて、大変おいしい団子でした。